ロックホールは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏のコミューン。2012年のランキングにより、花の街コンクールのフランス評議会は、ロックホールに一つ花を授与している。高速道132号線と134号線が、通り、A65 への乗り入れも可能である。ロックホールはペイド・マルサン地方に属し、アルブレ地方とアルマニャック地方に接する。 ドゥーズガーウガンの主流であるエスタンポン川がロックホールにて合流する。ノートルダム教会ロックホールは10世紀にエスタンポン川とドゥーズ川の合流地点を見下ろす位置にペネカで要塞を建設したマルサン施領に含まれる。12世紀以降、ロックホールの町は壁を周囲に築いて自衛するようになり、城の周りにはカステルノーを築いた。 12世紀半ばになると、城は古くなって住むには不便となり、住居の交換を領主と契約した。強力なサン・ソブール修道院の後押しを受けるベネディクト会派の修道士たちがロックホールに定住して、小修道院を建てた。彼らは古い城壁を利用してロマネスク様式のノートルダム教会を建てた。1357年、ホア博及びマルサン施策であった。 ガストン三世、ドフホワイコールベアルンは、ロックフォールに、バスキットを築いた。やがてこの地は、デモビ戦出の道をやってくる、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の巡礼者たちと、重要なつながりを持つようになった。アントニヌスカイも街の中に創設され、川を横断したり、当時のプティットランド地方を旅しようとする巡礼者たちを助けた。1295年まで、街は、 フランス王フィリップ4世の所有であった。1526年にはフランソワ1世が、1660年にはルイ14世が、1808年にはナポレオン・ボナパルトが街を訪れている。参照元陰性1980年代に製紙工場が閉鎖され、地域経済は深刻な打撃を受けた。中小企業が活発なネットワークを持っている。 ありがとうございます。